すごいわ。ゴミ箱の蓋みたい。黒柳さん、学校の迷惑になります。よその学校にお連れください。よその学校。おてんばすぎるトットちゃんを受け入れてくれたのは電車が教室の一風変わった学校だった。どうしてみんな私のことを困った子っていうの？君は本当はいい子なんだよ。さようなら。みんな、海のものと山のもの持ってきたかい？綺麗だね。お花畑みたいだ。どうしてそんな風に歩くの？僕、小児麻痺なんだ。小児麻痺？やさあきちゃん、トットちゃんの木にご招待してあげる。木に登るって、こういうのか。これは今よりはるか昔にあった世界中が涙した一人の少女の真実の物語。生きているって感じる。まだおさトットちゃん、いろんなこと楽しかったね。君のこと忘れないよ。映画窓際のトットちゃん。私も忘れない。